平成を彩ったゲームやおもちゃを解説する動画パートに、始まるよー。この動画では、1989年から2019年まで続いた、平成の時代、に流行した様々なおもちゃやゲームを、時系列に沿って紹介、解説していきます。個人の感想に基づいた動画ですので、あらかじめご理解ください。それでは早速、本編行きましょう。まずは10秒でわかる前回のおさらい。ゲームボーイ、スーファミの出現と名作ラッシュに、バーコードバトラーやセーラームーンも記録的なヒット。激動の昭和最終期から平成4年までのおもちゃゲーム界隈を振り返りました。前回のおさらい終わり。1992年のおもちゃゲーム界隈の激動はいわば、その後続くおもちゃゲーム黄金時代の予兆であった。今や国内最大級のロックバンド、ミスター・チルドレンがメジャーデビューした平成4年は終わり、迎えた平成5年。アメリカではビル・クリントンが大統領に就任、大女優オードリー・ヘップバーンが亡くなり、国内では、新幹線のぞみが運行開始、ザードが最後に M ステに出演した年となった平成5年。キャラカーンやキャラコバッチに次ぐ新たなキャラクターガングが、バトエンである。バトル鉛筆の略称であるバトエンは、その名の通りバトルして遊べる鉛筆であり、サイコロのように鉛筆を転がし、その6面に書かれた数値で相手プレイヤーにダメージを与えて遊んでいく。やっていることはサイコロの振り合いだけで、いわゆる、運ゲー、に違いないのだが、当時大人気のドラクエのキャラたちによる、豊富なバリエーションによるコレクション要素と、鉛筆、つまり文房具であるということが、大流行を巻き起こす原因だった。鉛筆なのだから学校に持ち込んで、遊んでもいいはずだ、という大義名分ができてしまったのだ。おもちゃ禁制の聖域、学校に持ち込めるバトエンは、おもちゃ界に革命を起こしメガヒットを記録。日本各地の小学校で、バトエン禁止の校則が次々と制定されたほどであった。そんなバトエンの流行も目覚ましい中、チーク玩具として売れ行きを伸ばしたのが、キッズコンピュータ、ピコ。メガドライブを生み出したセガが発売したこの商品は、幼児教育に重きを置いた新たなテレビゲーム機で、ほんの形をした特徴的なソフトを差し替えては、タッチペンとボタンによる独特な操作感で遊べる。アンパンマン、ドラえもん、ムーミンから、当時人気だった、ひらけポンキッキ、など、ソフトは多彩で、ロングセラー商品となり、実は2005年まで新作ソフトが発売されていた。平成5年はおもちゃ界の躍進の種がまかれた1年。紹介したりないものも多いが、ここでゲーム界を見てみると、スーファミの性能を引き出した、スターフォックスは、本格 3D シューティング体験を可能にし、クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶエンジンや、セーラームーン R、などアニメ出身ゲームも好調。スーパーマリオコレクションはこの年ナンバーワンのメガヒット。子供たちは夢中で全シリーズ制覇を目指した。今でもタイムアタック界が熱いロックマン X も登場。難しいのに何度も挑戦したくなる驚きの中毒性だった。さらには定番パーティーゲーム、スーパープヨプヨや、スーパーボンバーマンもスーファミで登場。特にボンバーマンは、ビーダマンとしても人気に。長期的な展開の第一歩を刻んだ年だった。また、スーパーゲームボーイが登場したのもこの年、ゲームボーイのソフトがスーファミで遊べる革命的アイテム。これのおかげで、スーパーマリオランド2、6つの金貨や、カービィのピンボールもテレビで楽しめるようになった。当時、スーファミの躍進の裏で少しずつ落ち込みつつあったゲームボーイ市場への命綱としての発売だったのかもしれない。忍たま乱太郎、スラムダンク、ピングー、ジャングルの王者ターちゃんなどが放映され人気を集め、映画界では、ホームアローン2がヒットし、ジュラシックパーク人気による恐竜ブームに沸いた。そんな賑やかな平成5年は去り、時代は平成6年へと進む。ジュリアナ東京の閉店や、郵便料金の値上げなど、バブル崩壊の影響が顕著になり始めた平成6年。海運、何でも鑑定団が放送開始し、ウィダーインゼリーが販売開始した年でもある。また、
古畑任三郎、や、お金がない、などの、長く愛されるテレビドラマも世に送り出された。ともに、2010年代でも再放送が繰り返されては高視聴率を叩き出す、伝説的ドラマである。そんな時期に勢いよく売り上げを伸ばしたのが、忍者戦隊カクレンジャー、の関連グッズ。戦隊の中の忍者ブラック、ジライア役として、後に筋肉番付などで活躍する、ケイン小杉氏が登場。また、スーパー戦隊シリーズ初めて、五体合体ロボットが2機登場した作品でもあり、おもちゃが飛ぶように売れた。そしてこの頃おもちゃ界には、トレーディングカードという新しくも力強い風が吹き始めていた。それまでにもカードダスのドラゴンボールカードなどが人気を博していたのだが、J リーグオフィシャルカードの登場や、国外からのマジック・ザ・ギャザリングの参入により、カード市場が形成され始めていた。それまで人気だったプロ野球チップスを脅かすほどに、J リーグチップスの人気が高まっていた時期でもあった。他にも、人気アニメ、ママレードボーイ、のボイスメモも大人気となり、当時のおもちゃ界を賑わせていた。そんな平成6年、ゲーム界も飛ぶ鳥を落とす勢いであった。スーパーファミコンの発売タイトルは計370本となった1年である。ファイアーエンブレム、紋章の謎は二部構成のシミュレーションゲーム。ファイアーエンブレムシリーズを代表する名作と呼ばれる出来だった。2D アクションの名作、スーパーメトロイドや、二人協力が楽しい、戦い原始人3も人気は上々。ちなみにこの2作とも、任天堂スイッチでオンラインサービス加入により遊び放題となっている。さらに投稿者の一押し、新女神転生シリーズはこの年、2と F の2作を続けざまに発売した。別々の2作品ながらその間の開発期間はわずか半年、アトラスの恐るべき開発力である。また、野球界が10.8決戦に沸き、イチロー、が流行語大賞に選ばれたこの年に、超人気シリーズ、実況パワフルプロ野球の第1作目が生み落とされたというのも面白い。加えて、ファイナルファンタジー6や、マザー2など、待望の RPG の続編もファンを喜ばせたのはもちろん、ついに登場したのが、スーパードンキーコング。国内外で今でも多くのファンを持つアクションゲーム。ドンキーとディディを操って進み、トロッコに乗ったり、強敵を打ち倒しては達成率 101% を目指したものだった。PC エンジンで発売された、ときめきメモリアルも注目。これまでとは全く違う、ゲームの多様性を示す作品。今でこそ当たり前の恋愛シミュレーション、ギャルゲーというジャンルだが、ときメモはいわばこのジャンルの創生神である。このように、平成6年もホビー界は大豊作。連日のようにおもちゃやゲームの話題が飛び交い。その勢いは衰えないままに、やがて平成7年がやってくるのだった。平成7年の幕開けは、阪神淡路大震災の悲劇からであった。地下鉄サリン事件など、悲しい事件もあった。ザ・ブルーハーツや、光源氏の解散もあり、寂しいニュースが多かったのも目立つこの年だが、後に、近畿キッズとしてデビューする堂本剛が主役を演じたテレビドラマ、金田一少年の事件簿、が流行し、学校の怪談や、キャスパーなどのホラーファンタジー映画も人気となったのが特徴的な一年でもある。そんな平成7年、コロコロコミックでは、学級王山崎の連載開始と並んで、とあるホビーが人気爆発していた。それが、古川ルミニ四駆、である。メディアミックス漫画の、爆走兄弟レッツ&ゴーと合わせて、おもちゃ史に名を残す人気ぶりとなっていた。モーターと電池で動く四輪駆動の模型であるミニ四駆は、組み立てに特別な工具を必要とせず、その手軽さと、商品バリエーションの豊富さ、さらにカスタマイズ性の高さが魅力となり大ヒット。ローラーやモーター、タイヤにシャーシなど、新パーツが登場するたびに奪い合うように買われたものであった。子供たちの心をつかむだけでなく、むしろお父さんたちがこぞって夢中になったのがロングヒットの秘訣だろう。中でも人気が高かったのは、ビクトリーマグナム、ネオトライダガー BMC、などのマシンで、定期的に何度かやってくるミニ四駆ブームの中でも、最上位の売れ行きとなっていた。
最盛期には、幅3メートルの家庭用サーキットも売れまくり、各地のミニ四駆大会が親子連れで大盛況。人気番組、テレビチャンピオンでも何度も特集され、親子大会も多く開催されていたのが印象的である。他にも前年末に発売された、アメリカンバトルドーム、も、その異様なまでのハイテンションな CM で記憶に残り、後にニコニコ動画などで人気が再燃したり、電源不要のため被災地などで遊ばれたりした。そしてゲーム界に目を向けてみると、この年も相変わらず豊作である。スーパーファミコンの次世代機の登場が囁かれ、事実、スーファミの晩年期が訪れていたこの頃、多くの期待を背負って送り出された、クロノトリガーは、それを裏切らない素晴らしいクオリティでヒット。各方面の大御所たちが力を合わせた結晶として、今でも高く評価され続ける名作となっている。定番 RPG、テイルズ・オブ・ファンタジア、も粘り強くヒット。なぜかゲームソフトより攻略本の方が売れたらしい。シリーズ第1弾として初めは伸び悩みつつも、魅力的なキャラと物語が話題になり、人気シリーズとなった。また、パネルでポンも男女問わず人気の高い一本、オリジナルシステムのパズルゲームである。知る人ぞ知る名作として評価され、友達の中に一人はパネポンめちゃ上手いやつがいたもの。クロックタワーの登場も刺激的であった。いわゆる、逃げゲーの地位を確立させた。マリオからの派生作品、ヨッシーアイランドも、その完成度とプレイ感を非常に高く評価された。人気シリーズの続編としては、ロマサガ3や、ロックマン X3 も登場。ファンを喜ばせたが、中でも群を抜いて売れたのは2作品。ドラクエ6は前作の宿命や運命の物語から一転し、高い自由度の物語へと変化を遂げ、スーパードンキーコング2は、難易度の骨太さは損なわぬままにアクションの幅が広がり、楽しさが増していた。セガサターンやプレイステーションが売れ行きを伸ばし、ウィニングイレブンなど名シリーズも生まれた平成7年。ゲーム業界の世代交代の足音が迫っていることを、多くの人が感じ始めている1年でもあった。ゲームの進化は止まらず、いよいよポケモンやタマゴッチが登場。さらにハイパーヨーヨーや遊戯王など、おもちゃ業界もヒットの波が押し寄せ、パート2はここまでです。パート3に続きます。